さてさて、正面に見えておりますのは札幌テレビ塔、お時間が7時16分ということで、今回はですね、まあサムネタイトルにもあります通り、私の愛車ボルトさん、ヤマハボルト最後のツーリングとなります。というわけでね、まあこのボルトから新しいバイクに買い替えると、この4日後に納車が決まっておるということでね、納車直前にそんな論通するなよという話なんですけれども、まあ、今回は北の端っこ稚内を目指して2泊3日ツーリングに出かけたいと思います。まあこの日はね、天気は悪くはないです。予報はね、雨の予報は 20% ぐらいでしたんで、まあ、ただちょっと雲が多いなと思いながら札幌市内を出まして、こちら石狩川を今渡ってるとこなんですけれども、この石狩川を渡ると急に大自然北海道らしくなってくるんですよね。まあ、石狩川まで札幌市内都心部からだいたい40分ぐらいだったと思いますけれども、まあ、そこを通過して左手に海が見えてまいりました。この左手に海を見ながら、まずはですね、今回旅のパートナーといいますかね、私のバイクの先生師匠小賀さんがですね、わざわざ高知県から北海道に上陸ということなんで、待ち合わせをして一緒にね、2人でツーリングをしていきたいと思います。で、待ち合わせ場所がこちら、道の駅石狩アイロード熱田、ね、北海道石狩市にあります道の駅でございます。まあ、札幌の中心部から45キロぐらいですかね、時間にして1時間ちょいで到着いたしました。ということで9時待ち合わせだったんですけどね、8時30分ぐらいに到着して、しばし小賀さんを待っておりました。まあ小賀さんもね、9時10分ぐらい前に来られて、さあ行きますかと。その前にちょっと、まあ僕ね、あの道の駅なんとかかんとかっていう企画やってますんで、買い物しようと思ったんですけども、ショップの営業時間9時半からだったんで、断念と。まあこれね、新名物石狩の石狩、右上思いの丈のカレーがあるよと。これ買おうかどうか迷ったんですけども、ちょっと重たくなって今回はやめときました。でまあまあトイレだけ済ましてですね、さあ北へ北へ向かっていきましょうということで、まあ、ここからね、延々とこの一本道を北上していきます。日本海オロロンラインというね、名前がついた国道なんですけれども、まあ、こちら石狩からですね、ずーっと留萌の辺りまで北上していく国道231号線と、さらにその留萌からずっとまた北上していく232号線、こちらね、手塩まで行くんですけれども、まあ、この2本を合わせた道、約290キロにも及ぶこのね、日本海オロロンラインです。でね、左手にはずーっと日本海が見えていて、今ところどころこんな感じでね、街中にスッと入っていくと。まあ、これ今通ってるのはね、旧浜松村、今ね、石狩市浜松区になってますけどね、浜松を通過いたしまして、またね、海沿いに戻ってまいりました。そうですね、長さ的な割合で言うと町が1、この海岸線が9という感じでしょうかね。なのでね、ガソリンとか結構注意してね、次の町が来たら必ず入れるんだみたいな感じで走るべきかなという感じです。ということで、またお一つ隣の町、増毛町に入ってまいりました。まあ、あの増毛と書いて増毛でございます。でね、ここで久々に交差点を右折と、久々に曲がるんですよ。なんでね、あららってね、ちょっとオーバーラン気味、なんかずっとまっすぐ走ってるんでね、曲がり方忘れるんですよね。ここまで7、80キロずっと直線でしたからね。という感じで増毛町を抜けてまいりました。で、お隣の留萌でね、ちょっと休憩をしようということで、左手にまたずっと海を見ながら増毛の町を走っております。まあ、増毛ってこう発音する分にはいいんですけどね、あの文字で見せられると、まあ、もろ増毛って書いてますけど、一瞬ちょっとドキッとするんですけれども、まあそんな増毛町を抜けまして、お隣留萌でちょっと休憩をしましょうということで、やってまいりましたのが道の駅留萌でございます。まあご覧いただいている通り、広大な敷地、そんな道の駅なんですけれども、まあ中にはね、たくさんの施設が入ってます。今見えていたね、ふれあいパークなんていうのが、まあ、休憩所であったり FM の放送局入ってましたね。でこちらがお手洗いであったり休憩施設で、お隣にあるのがね、チャイルモーって言いまして、まあ売店があったり、あと
キッズスペース、お子さんが遊ぶスペースとかね、あとまあ飲食店で、その前、向かい側には屋台的な飲食店がずらりと並んでおりまして、美味しそうな匂いがしておりました。さあ、ショップに入ってきたんですけれども、こちらルモイは数の子の生産量日本第1位ということで、キャラクターがこのカズモちゃん、そんなカズモちゃんグッズの他にも数の子を使った美味しそうなおつまみ的なものとかね、あと海の幸がどっさり売られておりました。さあ、ということで休憩を終えてですね、ルモイからさらにさらに北上してまいりましょう。さっきね、ちらっと看板映ってましたけども、ここルモイから稚内までは約190キロほどとなっております。もう看板出てましたね、稚内188キロって出てましたけども、さあ、あと188キロ、どんどん北上してまいりますよ。相変わらず左手には日本海、右手には小高い山というね、そんな景色です。さあ、小平町に入ってまいりました。小平町にはね、まあ、化石がねたくさん出るエリアであるとか、もともとね炭田があったんですよ。で、その炭鉱跡があったりね、これ見どころ満載の町ではあるんですけども、北を目指さにはならんのですよ、ということで、何か白波の立つ日本海を左手に見ながらですね、通過しておりますのが道の駅小平にしん番屋でございます。小平町のね道の駅です。まあ、にしん漁の時に使われていた番屋ですよね、漁師さんがこの待機するような場所、まあ、そこをちょっと改造して、まあ、道の駅にしてあるよということで、名産のにしんなんかもたくさん売られているんですが、今回は寄らずにさらに北を目指してまいります。本当にこのオロロンライン沿いにはね、立ち寄りたいスポット、バイクを止めたいスポットがいっぱいあるんです。これね、左手に見えてきました、これ苫前町なんですけども、でっかい熊のねあの前で写真撮りたいなとかね、もう立ち寄りたいとこいっぱいあるんですけども、全部立ち寄ってるとね、稚内に着くのが多分2日後とかになりますよということで、今回はね涙を飲んでまずは北へ向かうんだというのをね、最優先事項として走り続けております。ただまあね、腹が減っては戦はできぬということで、ご飯はちゃんと食べましょうということで、苫前のさらに北、羽幌町なんですけれども、羽幌町にありますこちらの超人気店にやってまいりました。流行る気持ちを抑えてバイクを止めてですね、さあ、ご飯食べましょう。こちらのお店、直売所北のにしん屋さんというお店なんですけれども、まあね、ツイッターとかも結構ねまめに更新されてるんです、このお店ね。で、甘エビがねとにかく美味しそう、名物の甘エビ丼食べたかったんですけど売り切れておりましたんでね、甘エビもちょっと乗っております。羽幌丼というね海鮮丼をいただくことにいたしました。いや、もうね、もちろん甘エビも美味しいんですけども、他の魚介もめちゃめちゃ新鮮なのがすぐわかります。でね、すべて厚切りなんですよね。あ、ここに甘エビいますね。本当にねたまらんと、ガツ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 食べたいのを我慢してくるくる丼を回しておりました、はい、で、あとエビの出汁の効いたシンプルな塩味のお吸い物と、塩辛とタコと数の子のあれ和え物ですかね、海鮮尽くしでございます。無言でペロリです。もうね、美味しいもの食べるときっていうのはね無言になるんです、はい。お腹いっぱいになりましたんで、羽幌町を出発、まあ、この街中で給油をしまして、ね、バイクもお腹いっぱい、僕もお腹いっぱいということで、さらにさらに北上を続けてまいります。で、市街地を抜けるとまたすぐ左が海、右が丘陵というねこの景色になるんですけども、今ねカメラにポツポツポツとこう水がついてますけど、これ雨じゃないんですよ。左側のあの波しぶきがですねポツ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 かかっとると。だから時折ね、こういう感じでカメラやヘルメットのシールドを拭いながら、白波の立つ日本海を左手にどんどん北上を続けてまいります。さあ、羽幌町北のにしん屋さんでご飯を食べてから、ちょうど1時間ぐらいですかね、距離にして60キロちょい走ったところにございます道の駅手塩で休憩入れましょう。まあね、1時間に1回ぐらいのペースで休憩入れましょうなんてことでね、北上してきております。疲れたなって思う前に休憩を入れるというね、なんともセーフティーライダーでございますということで、道の駅手塩でね一休み、ちょっと甘いものを食べようということで、これね小賀さんにご馳走してもらったんですけれども、
テシオチューチュープリンでございます、ね、なんかマヨネーズの容器っぽいものに入っておりますけども、そのままです。こんな感じでね、チューチュー吸い出して食べるプリン、染み渡りましたね。美味しかった。ということで、チューチュープリンを食べた後、本日のメインイベントでございます、稚内に向けて走るその道中にあるサロベツ原野、そしてオトン類風力発電所、ここをね走りに行きたいと思います。まあね、サロベツ原野、まあ、ドカーンと広がるサロベツ原野で、その中にオトン類風力発電所というね、風力発電所があるんですよ。で、風車がぐるぐる回ってるやつね。高さ 100m ぐらいある、あの巨大な風力発電の風車がなんと28基ですよ。28基ずらーっと並んでいる圧巻の風景で、その風車が立っているのがサロベツ原野。こんな感じですよ。どうですか、右側に一直線に並んでるあの28基の風車、高さ 100m 以上ある巨大なもんなんですよ。でね、全然近づいてこないんですよ。それぐらい大きいんですよということです。でもうね、これ走っても走ってもやっと1機目の風車や2機目の風車って、これ8倍速でこれね早送りしてますけども、延々と右側に28機並んでるわけです。そしてね、これがね本年で見納めになるんじゃないかと、まあね、建て替え工事があるらしいんです。まあ、もうちょっとね、この効率化の図られた風車への建て替えがあるみたいなので、この28基眺められるのは今年が最後ということで、ほら来ないかんでしょということでやってまいりました、オトン類風力発電所でございます。まあ、これ途中にですね駐車場がありますんで、ここにバイクを止めてですね、すげえな風車と、なんかね第三新東京市をイメージさせるようなそんなね、すごいもう圧巻の景色、ただただ広がる原野と一列に並んだ風車という感じですね。でこの風車の向かい側、当然ね海風を受けて発電してるんですけども、海が広がっておりまして、遠くの方に利尻富士、まあちょっと雲かかってますけどね、利尻富士も望むことができます。そんな利尻レブンサロベツ国立公園、この景色、風車もすごいんですけど、風車の逆側のこの海の景色もね、なんだかなという感じですただね、僕はまあこういうとこで全然気にしない人もいると思うんですけど、街灯が一つもないんですよ。だからこれね、日中はいいんですけど、夜ここ走ったらとんでもなく怖いやろななんてね思いながら、でも一回ちょっと夜も走ってみたいななんてね思いながら、さあさらに北へ向かってまいりましょう。こっからはですね、このサロベツ原野の風景に心奪われながら、一直線に伸びた道を稚内に向かって走ってまいります。これもね、幻想的というか、今俺はどこで何をしてるんだみたいなねそんなね、こう我を忘れるっていうのはこういうことかみたいな感じのね景色なんですよ。本当に何もない、まっすぐ道があるだけという感じなんですよね。もうね、遠くにビルが見えたり電線が見えたりとかね一切ないんです。そんな道を走り抜け、5キロぐらい走ったかな、稚内市に入ってまいりました。で、稚内でね本日は宿泊するんですけども、まあ、ホテルに向かう前に一箇所ちょっと行っとこうということでやってまいりましたのが、ノシャップ岬でございます。まあね、根室の方にノサップ岬っていうのがありますけれども、まあ、名前似てますけどね、全然違うところですよ。ノシャップ岬でございます。岬のね先端付近には飲食店とか水族館なんかもありましたね。さあバイクを止めて岬をプラ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 歩こうと思います。もう一日中バイク乗ってるとですね、腰がちょっと固まってくるんでね、なんでわざと大股でねグイッグイッと歩きながら岬の散策でございます。お時間がね4時前ですね。ってことはもう朝出てから7時間ぐらい走ってんすか。うん、なかなか走ったなという感じですけれども、この日は400キロ弱ですかね走って、稚内市内、稚内ね道民員さんにチェックインいたしました。まあ、ちょっとねホテルの映像撮るの忘れたんですけど、疲れすぎて、で荷物を置いてちょっと休憩してシャワー浴びてね、近所の居酒屋いつみさんにやってまいりました。稚内に来たらやっぱりねタコしゃぶ、名物タコしゃぶ食べたいですからね、タコをしゃぶしゃぶしてでポン酢につけて食べるという、このシンプルだけども非常に美味しい、滋味深いというかね、お料理を食べながらビールをガブガブ飲んで初日は終了。明日も走りますよ。
おはようございます。朝の8時過ぎスタートでございます。昨日はね、やっぱり道民さんにしてよかった。温泉でのんびり腰や体の疲れを癒してですね、さあ朝一はまず宗谷岬を目指したいと思います。日本の最北端宗谷岬でですね、この私の愛車ボルト君お別れの儀でございます。まあ別にそんなしょんぼりするあれでもないんですけどね。さあやってまいりました、宗谷岬です。まだ朝の8時過ぎということで人影もまばら。これでね、心置きなく動画や写真が撮れますよ。まあ人気スポットなんでね、お昼とかに来ると結構人いらっしゃるんですよ。ということで朝8時過ぎ来てよかったねと、日本最北端の地に立っております。でこの日はね、天気もいいし風がそこそこ強かったんで、もやが全然かかってなくてね、この宗谷岬の向こうには樺太を望むことができました。おお、この間に国境があるんかなんて思うとね、なんとも趣深いですね。ということで見渡す限り海と、日本の最北端遠くの方にね、利尻島も見えておりましたね。でこの駐車場内にあります売店ショップですね、ここには日本最北端だらけです。日本最北端のショップ、日本最北端の自動販売機、日本最北端のトイレと、最北端尽くしでございましてね。でこのショップの裏側にね、流氷記念館だったかなっていうのがあって、本当にね打ち寄せてきたこの流氷が展示されてるんですよ。でまあいろんな、ね、動物の剥製なんかもあって、なかなかシュールやねと、ということでそこで涼んだ後、この宗谷岬の駐車場からすぐですね、もう 200m ぐらい行ったところに日本最北端のガソリンスタンドがありましてね、でここで給油しましょう。こちらで給油しますとね、まあ今映像ないんですけれども、日本最北端の給油証明書と記念品をねいただくことができます。で給油を終えてですね、国道ではなくこの脇道というかね、坂道をぐい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 登っていきます。さあこの日は朝からですね、一番のメインイベントがやってまいりますよ。僕のね、まあ、勝手に選んだ北海道内で走ったらこれ絶対いいですよの道100選の、100あるか分かんないですけども、堂々の第1位、もう僕がね走った中で一番感動した道に今から突入してまいります。宗谷丘陵なんですけれども、まあその前にね、ちょっとカメラのバッテリー等のねチェックをするために駐車場で一旦ストップと。もう今からがこれメインちゃメインですからね、カメラ撮れてませんでしたっていうことは絶対に避けたいわけですよ。ということで念入りにバッテリーとかね、カメラの画角のチェックをして、ちょっとね心を落ち着かせてから行くことにいたしましょう。まあ今見えてるのが樺太ですね、遠くに見えております。先ほどのね宗谷岬から見た景色と全く同じ景色で、ぐるーりとこう回ってみましょうか。いやー、なんともね、この最果て感と言いますかね、何もないねと、だがそれがいいみたいなね、そんな景色が広がっております。お天気にも恵まれましたね。さあでは行きましょうか。宗谷丘陵を抜けて今度は大津区海側、猿払の方にね向かっていきたいと思います。出発。このね宗谷丘陵っていうのをね、まあ僕は後でいろいろ調べたんですけれども、まずね2つ特徴があるっていうのを覚えてください。まず1つ目はね、樹木が全然ないじゃないですか、木が全然ないと。これはね山火事によるものらしいです。明治時代にね山火事があって木が燃えちゃったんだけれども、その後ね寒いじゃないですか、日本の一番北の端ですからね、寒いんで木がね全然育ちませんよということで、このこんもりしたねこんもりっていうのかな、こういう風景がずーっと広がっていると、ね、森林という感じではなくてね、牧草地帯みたいな感じの景色が広がってるというのがまず一つでね、2つ目、周氷河地形って言いましてね、まあ、周辺の周に氷河の地形って言うんですけども、まあ、ここ寒いでしょ、さっきも言いましたけど、なので冬は凍るわけですよ、地面が。で、あったかくなると溶ける、凍る、溶ける、へい、凍る、溶けるみたいなことを繰り返すので、凍った時にできたね、このギュッと固まった氷が、溶けた時にね、ちょろちょろちょろとこう流れ出したり、ね、物質を含んで移動していったりするわけですよ。というのをずっと繰り返していると何が起こるかというと、このね、結構起伏があるじゃないですか。モコモコモコっとね、こうなってる。こういう起伏になってくると。というね、
その周氷河地形というね、まあ、非常にこの国内では珍しい、まあ、そんなね地形によってこのモコモコモコの樹木なしみたいなねこの景色が作られているということです。まあお分かりいただけましたでしょうか。僕のね雑な説明でしたけども、まあとにもかくにもね美しいんですね。美しい、素晴らしい、なんかこういうね言葉が陳腐に聞こえてしまうほど、もうねこの時何も考えられないです。頭の中でほえーっつってねずっともうほえーっつって走ってます。これがね20分30分続くわけですよ。で途中ねちょっと右に折れるとですね、まあ僕の進行方向右ね、右に折れるとあの粉砕した貝殻を敷き詰めた白い道っていう有名な道もあるんですけども、今回そっちに行かずにこの宗谷丘陵をただひたすらほえーっと言いながら走るというルートにしております。まあ、この辺りからちょっとね一瞬僕のやがましいナレーション置いといて景色にね集中していただこうと思います。どうぞ。感じのねもう完全に無になって走れる最高の道、宗谷丘陵を抜けますとねまたオホーツク海側の国道にぶち当たります。国道238号線ですね。正面に見えておりますのが雄大なオホーツク海です。さあこのオホーツク海を今度は左手に見ながらね北海道をどんどん南下してまいりたいと思います。稚内を抜けますとお隣町猿払村に入ってまいります。こちらの猿払村、北海道を代表するホタテの水揚げ地なんですね。で、まあこの前テレビでもやってたんですけども、村のね人の平均世帯年収が日本のね、日本のですよ、5本の指に入ると、わお、お金持ちというね、そんな猿払村でございます。で、この猿払からですね、また感動の道に入っていくんですね。国道238号線をちょろっとそれたところ。ここからですね通称餌ぬか線と呼ばれるね道が始まります。まあね北海道の道っていうのは基本的にずっとこうまっすぐのイメージじゃないですか。でどこ走ってもこのまっすぐの道ですげえなすげえなすげえなって思うんですけども、まっすぐがすげえなランキング1位ですよこれは昨日のねサロベツ原野もすごかったんですけど、でも途中でこうねくねーっとこうカーブしてたりするんですね。でこの餌ぬか線は本当にこれ見てください、ただただまっすぐ、そして左右には何もないと、すげーなと思ってたら実はもっとすごいのがこの先始まるんですよね。稚内側北側から餌ぬか線に入ってしばらくまっすぐ行って鍵状にねこう曲がったその先が本当の餌ぬか線とただただ直線道路が続いております。で左右風が強いし寒いんでね高い木は育っておりません。ずっと草原地帯が続いております。で電線もなけりゃ街灯もございません。当然ビルなんて一棟も見えません、ね、左手のね遠くの方には海が見えてるんですよね。というねなんということでしょうという直線、これね気抜くと気絶しますよ本当にまっすぐすぎてという不思議な感覚のねまっすぐな道路です。で途中ねちょっとバイクを止めて後ろ振り返ったりもするんですけども、ただただまっすぐすぎて何の感想も出てこないんですよ。これいい意味でですよ、はえーっつってねバイクで走っててもずーっとなんか止まってるみたいな感覚ですよ。ずっとまっすぐですから、というねすごい体験ですこれはね。昨日走ったあのサロベツ原野ずっと北上して稚内に入って、で宗谷丘陵を通ってこの餌ぬか線を走ると、こればっかりねぐる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 繰り返してもいっちゃうかぐらいね私の中では感動体験でございました。
ということで江佐糠線を抜けて国道238号線にまたね復帰してまいりました。さあ1時間ほど走りましたんで休憩しますかということでやってまいりましたのがこちらです、浜頓別町。ここにね道の駅がありますんで浜頓別の道の駅でちょっと休憩しようと思います。いやしかしいい天気ですね。東北の方ね朝晩は冷えるとはいえですね、この日は T シャツの上にメッシュのジャケットを着るぐらいでちょうどいいというね、まあ、気温で24、5度だったかなという絶好のツーリング日和でございました。で入ってまいりましたのが浜頓別の道の駅なんですけれども、非常に綺麗な建物、キッズスペースがあったりね、結構北海道の道の駅ってキッズスペースが充実してるなぁなんてね思いますね。でね、なんか買い食いしようと思ったんですけど、ショップがですねなんと定休日というか休業日だったんですよ。なんで何も食べられへんやと思ったんですが、ありがたいことにね浜頓別町の飲食店マップこういうの掲示してくださってたんで、よしここに行こうということでね、お昼ご飯を食べるお店を決めてそちらに向かいたいと思います。でこちら浜頓別町にはくっちゃろこ、ね、くっしゃろこじゃなくてねくっちゃろこです、はい、くっちゃろこという湖があってですね、その湖畔のキャンプ場が、まあ、ライダーさんとかにとっては非常に人気なんですね。そのくっちゃろこの近所に、まあ、レストランと温泉施設があるということで、まあ、お風呂入ると眠くなっちゃうんでねお風呂はいいやと、まあでもご飯食べに行こうということでやってまいりました。くっちゃろ湖畔にありますこちらの建物でございます。出来たてテイクアウト営業中と、多分僕このくっちゃろこでキャンプやったらここでねご飯買って帰ってテントで食べると思いますということでレストランレイクサイドレビューさんにやってまいりました。もう今日は朝から感動の道ばっか走ってね、感動するとお腹減るんですやっぱねということでお腹いっぱい食べるぞと。こちらのレストランね中華のメニューが非常に充実しておりましたね。ということで私が昼食に選びましたのはこちらカツカレーでございます、はい、中華何も関係ございません。小川さんはね、中華何か食べてらっしゃいましたけども、私はカツカレーにホタテフライを別注文で勝手にトッピングしてホタテカツとんかつカレーということにしていただいてまいりたいと思います。まあこのカツもねカリッと揚がっててね、食べ応えあるわけですよ。この噛み応えのあるカツ、カレーと合いますよね。カレーもコクがあって美味しかったです。ホタテフライは言うまでもなく美味しいということで、茶色オールスターズの昼食最高ペロリでございます。さあお腹いっぱいになったことですね、どん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 南下していきますよ。本日の目的地は富良野でございます。富良野までね今日はまあだいたい300キロちょいぐらいですかね、稚内から走っていきたいと思います。で昨日はずーっと海沿いの道オロロンラインを北上してきたんですが、本日はですね国道275号線、まあ道北の真ん中をね背骨のように走ってる国道なんですけれども、この道をずーっと南下していきたいと思います。途中ね結構牧場があるんですね。今も左手に牛おりますけどね、もう最初の頃はねうわ牛だとか牧場だっつってね感動してたんですけども、また牛おるねと、あまた牛だねと、牛だねとっていう感じでね、人間の適応能力ってすげえなーなんて思いながら、このねまあ左右に今回は海が見えておりません。山の中というわけではないんですけれども、こういうね林の中というんですかね、これをずーっといい天気の中走っていく、走る森林浴とでも言いますかね、気持ちのいい道をどん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 南下しております。さあくっちゃろ湖を出発してからだいたい1時間ですね、まあまた1時間ルールにのっとって休憩していこうと思うんですけども、くっちゃろ湖から60キロほど国道275号線を南下してまいりまして、ガコッとなりましたけども今から休憩いたしますのが道の駅音威熱府でございます。音威熱府村にやってまいりましたね。北海道一小さな村、人口の少ない村、音威熱府でございます。こちらね北海道一周すごろく旅の時にね私泊まりましたね。あの時も確か富良野からレンタカーを借りてね音威熱府に来たんですけども、今日は逆向きをバイクで行こうと。でね音威熱府といえばあの黒い音威熱府そばが有名なんですけども、なんとですね8月31日で製造終了となってしまいますというね、ちょっと悲しいお知らせでした。でね中の売店でも販売はまだされているんですが、もう早い時間に全て売り切れちゃったみたいでね、レストランでも食べることが叶いませんでした。畜生、なんか
悔しいですね。ということで、おといねっぷでしばし休憩をいたしまして、さらに南下を進めてまいりましょう。いや、しかしね、立ち寄るのは2回目のおといねっぷ村なんですけども、めっちゃなんか懐かしい感じがするんですよね。あそこ今右側に見えてたね、あそこのスーパーで三宅さんそういや酒買ってたなとかねで、この先に右側にね見えてきます一路食堂さんという食堂があるんですけれども、そこでねおといねっぷそばが食べられたんですけれども、この一路食堂さんももう閉業されていて、おといねっぷそばも8月31日で生産が終了されると。これね、もう後継ぎ問題っていうのをなんかね身近に感じる、そんな出来事でしたね。という感じでね、なんか懐かしさとあと寂しさみたいなね、こういう複雑な感情になりながらおといねっぷ村を通過いたしまして、さあ南下をね続けてまいりましょう。またね今度1時間ルールね、1時間後どのあたりかななんて計算して走るんですけれども、1時間ほど南下いたしまして、次の休憩ポイントはこちら、北海道名寄市ですね。名寄市にあります道の駅もち米の里名寄でございます。まあ、ここも結構大きなね道の駅なんですね。駐車場もめちゃめちゃ広かったですね。で、産直のお店があったりとか、もち米が有名なんですね、ヨロってね。なのでお餅製品、もち米を使った製品がたくさん売られてました。私もねおかきだの大福だのたくさん買い込んでですね、さあ30分ほど休憩して、さらにさらに南下を続けてまいります。もう空がね夕方の空になってきてますね。広大な空気持ちいいな。で、名寄の南側にあります志別という町に入ってまいりました。こちらの志別でガソリンを入れてですね、この志別から高速道路に乗ってワープとこのままね1時間ごとに休憩をしてですね、下道で富良野に向かうとねもう日が暮れるよということで、この志別から高速道路で旭川までちょっとワープするかということでね高速に乗っていくんですけども、ここのね志別、正式名称志別剣淵インターチェンジ、道央道のねインターチェンジなんですけども、日本最北端の料金所今通過しております。やっぱこの日本最北端とかね、日本なんとか端のとかね楽しいじゃないですかということもあって、志別剣淵インターチェンジから高速道路に乗りました。で、高速を走っているんですが、1時間ルールのね時間がやってまいりましたということで、途中のパーキングエリアで休憩いたしましょう。こちらピップ大雪パーキングエリアでございます。ここからですね大雪山系の山々がねこうザーッと見えるということで入ってきたんですけれども、ちょっと工事の囲いがあったりね、雲が結構出てたんでね、ちょっと山々を眺めるということはできませんでしたが、ここで缶コーヒーを飲みながらしばし休憩。やっぱねこういうちょいちょい休憩を入れるっていうのはね大切だし楽しいなと、なんか休憩するために走ってるみたいなねそんなイメージですね、さあ休憩を終えてですね、また道央道を南へ旭川に向かって走っていくんですけれども、これね中央分離帯が生け垣になってるんですよね。なんか面白いななんて思いながら走っておりましたら、あっという間に旭川に到着。旭川北インターチェンジで高速道路を降ります。で、夕方なんでこのまま旭川市街に突っ込んでいくとですね、めちゃめちゃ混んでるんですよ道が。なんて言ったって北海道第二の都市ですからね。ということで市街地を避けてですねくるーっと回って南下を続けます。今左手に見えてる小高い丘、あれがね旭川空港です。滑走路のね誘導灯なんか今見えてますね。という旭川市街地を避けて南下していきます。途中ねこういう踏切待ちの風景もなんか風情がありますよね。夕方学生たちがねなんかキャッキャ言いながら電車から降りてくる、なんか癒されるなと思いながら、さあ南下してまいりました。お隣の美瑛町に入ってまいりました。丘の町美瑛ですけどね、見どころパッチワークの丘とかね、セブンスターの木とかね、マイルドセブンの丘とかね、いろいろありますけれども、今回はちょっともう夕方ですからねパスということで、泣く泣く美瑛を通過して富良野に向かうんですけれども、ただでもねこの国道を走ってるだけでもね、左右にこういうファーム畑が見えたりとかですね、お花畑が見えたりとかね、牧場があったりとかするので、ただただここ走ってるだけでも美しいねというね素晴らしい道です。これシーニックバイウェイっていうね北海道が定めたこの道めっちゃええですよにも選ばれてる道になっております。
まあ、左手に今見えているのが色彩の丘といいましてね、まあ、商業施設があったりとかその丘の風景を楽しめる施設になっております。まあ、ここにも立ち寄りたかったんですがもう6時前なんでパスということでどんどん南下してまいりましょう。で上富良野、中富良野を通過していよいよ富良野市に入ってまいりました。もう、ね、見事に寄り道一切せずにホテルに向かって突き進むと、まあ、そんな移動に後半になりましたけどね。今日の午前中はもう感動ルートを大満喫しましたんでお腹いっぱい気味ということでね、ホテルに向かいましょう。本日お世話になりますのがもう富良野駅からほど近くですね、毎度おなじみというかいつもお世話になっておりますラビスタ富良野ヒルズさんでございます。前回ね富良野美瑛ツーリングの時もお世話になりましたね。ここも貸し切り温泉があっていいんですよということでバイクを止めてチェックインをして温泉に入ってしばしのんびりした後、さあご飯食べに行きましょう。まあ、ホテルから歩いてすぐのところにありますこちらの山鳥さんにやってまいりました。山鳥さんでいただくのはお肉のお店でございます。まずは大ジョッキのビールで乾杯をしてグビグビグビっと行くんですけども、これね画面に映ってませんけども結構壮大にこぼしております。私ね焦りすぎましたね。でその後はお肉を焼きながらビールを飲む至福のひとときを過ごして本日はおしまい。おやすみなさい。おはようございます。さよならボルト君、北海道最北端に行くぞツーリング最終日3日目の朝でございます。まあ、チェックアウトは11時までというホテルなので、まあ11時までお部屋でのんびりして温泉にも入ってですね、さあ11時過ぎ出発してまいりましょう。まあ、この日もね雲は多いですけれども雨の心配はないということで、まあ、この日は札幌に帰るだけのツーリングとなります。初日がね左側にずっと海を見ながらオロロンラインを北上して、2日目国道275号線、まあちょっとね林の中を駆け抜けるというコースで、3日目はねまあ距離は短いですけれどもちょっと峠道を通って帰ろうということでね、まあ海沿い林道じゃないかな、林道、そしてこの峠道というねもう制覇と北海道大満喫だねというコースで帰るんですけれども、まあ、このね桂沢湖っていうね湖を目指して富良野からちょっと山の中に入っていきます。今左手に見えてるのがね桂沢湖ですけど、何やらちょっと大規模な今工事をやってるみたいですね。工事が終わったら多分美しいなんか湖になるんだろうなと、またその頃にね来てみたいと思います。で桂沢湖を抜けますと三笠市という町に入ってまいります。で三笠からですね岩見沢を経てずっと国道で札幌の方に帰っていってもいいんですけども、なんか道混んでたら嫌やなと、岩見沢あたりからね交通量増えてきますんでねということで、こちら三笠からですね高速道路にもう乗っちゃおうということで高速に乗ることにいたしました。でこの道央道に乗ってねすぐにあります岩見沢のサービスエリアでお昼ご飯を食べることにいたしましょう。この日も1時間ルール健在でございます。休憩大事、休憩のために走ってますということでやってまいりました岩見沢サービスエリアでございます。まあここにはねショップとかレストランとか何でも揃っておりますんでね、お腹いっぱいご飯食べるぞと、このガス欠に注意という看板ね、北海道内の高速道路給油所があるのは4カ所、しかも3カ所が朝の8時から夜の8時までしか営業してないということでね、高速道路走る方お気をつけください。さあ食堂に入ってまいりまして、私が注文しましたのはこちら海鮮黒醤油あんかけ焼きそばでございます。いや美味しそうなあんですねこれまたね。で麺も私の好きなこの卵麺縮れ麺でございまして、あんの中にはですねイカとかエビとか、あとねベビーホタテも結構入ってましたね。でお野菜もたっぷり、いやあったまるねと別に寒くはないんですけども、美味しい美味しいといただいておりました。もちろん一瞬でペロリでございます。ああお腹いっぱいということで、ここでご飯を食べて小川さんとはお別れになります。小川さんはこのまま小樽まで行ってね、フェリーに乗って本州の方に戻って行かれるということで、私は札幌の自宅を目指すことにいたしましょう。ということでね、愛車ヤマハボルト君最後のツーリング、北海道最北端稚内宗谷岬に行くというね2泊3日でしたけれども、いやーもうほんとね、手放すとなったらちょっと愛着が湧いてくる。まあもちろん愛着はあったんですけどね、ただこの2日後にね新しいバイクの納車が控えております、はい、
ということで、このボルト君、いろいろ今まで思い出をありがとうとね、思い返せばですよ、このボルトの納車の日、納車してもらってそのまま近畿一周すごろく旅に出かけていったんですよね。でまあ途中雨があったんでね、あのバイク大阪に置きに帰ったりなんだりしましたけども、まずこのバイクボルト君のデビュー戦が近畿一周すごろく旅、その後もね日本全国いろんなところに行きました。この空冷 V ツインのエンジン、どこ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 走る感じ、いやーなんでこれ手放すんやろうと、そんな後悔もあったりしますけれども、でも次のバイクね、まあもうね動画ではお目見えしておりますけれども、トライアンフのタイガー800というアドベンチャーバイクですね、銀子ちゃんと、ね、銀の虎で銀子ちゃんと名付けておりますけども、そちらの銀子ちゃんで今度からは思い出をたくさん作っていこうと、そう思っております。ということでね、ボルトさん今までありがとう、とてもいいバイクでしたということで、今回の動画終わろうと思います。てな感じでね、まあこれからちょっとバイクは変わりますけども、いろんなツーリングの動画、それからねフェリーの動画もそうですし、新幹線の動画やらね、まあ何やらブラブラしてる旅の動画たくさん出していきたいなと思っておりますんで、もしよろしければねチャンネル登録をして、次回以降の動画も楽しみにお待ちいただけましたらと思います。ではね、最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。ではでは、さよなら。